じゃ見ていきましょう。ライトパンサー、あー名前聞いてませんね。見えますか？これライトロードなんで、うまいですね。これもライトロード、これもですね。これユーチューバーだ、まあ分からないですね。またライトロード結構多いです。ここから魔法カード、トラップ、スクレーズ、なんかトラップ、スクレーズ、あー、これ友達の人にビジュアルとかがありますね。まあ、こういうのが3個ということで、こういうのがありますね。まあ、こういう感じで、ブーブーブー、まあ、こういう感じです。なんか、浮いてます。
このお名前聞きません。同じようにちょっとスピード上げていきます。やっぱりライトロードは多いですね。開きませんね。起きました。さっきより早く起きなかった。多分慣れて今まで慣れたからですかね。よいしょ。またスピード上げていきます。これってモンスターなんでしょうかね。なんかまあそう、ずっと交換とか見てこことか見てるんですけど、効果が多いですね。1枚飛んできました。もでドラコニックレギオンはこういう感じでありますよね。あとサイバードラゴンが抜けてまこういう感じですね。第3パックが3個開封していきました。じゃあさよなら。ちょっと、まあ、立てというかデッキを作ってみました。ライトパンサードラゴンは3枚、まあ全部3枚です。ダークレアドラゴン
エクリプス ワイバーン、ブルーアイズのブルーアイズホワイトドラゴン、レッドアイズドラゴン、黒竜のヒナがレッドアイズの効果がおらう。まあレッドアイズドラゴンじゃねえ。まあレッドアイズブラックドラゴンが召喚できるのでいいですね。ダークアームドドラゴン、レッドアイズダークネスメダルドラゴン、サイバードラゴン、ロードオブドラゴン、ドラゴン支配者、正義の味方、ガイバーマ。まあこれリリース、まあ2と1リリースでしてからブルーアイズが召喚できない。まあそれでいくよ。まあカオスゾーン、ホビロのバーストリーム、ホビロ、あーまあ黒煙玉、黒煙弾、ドラゴンを呼ぶ笛、モンスターゲート、魔法の殺靴、あーこれはいるかわからんですね。わかりません。月の書、竜の羽ばたき、竜の天才になるんですかね。バーストブレスト、リビングデッドの呼び声、悪感物質転送装置、まあ闇次元の解放、まあそう、とにかく一番いいのはライトパンサードラゴン。でも結構これダークレアドラゴンもいいです。まあ適当に作ったデッキですね。まあ何枚あるかは分かりませんが。